磯部律夫は、日本の大倉官僚、実業家、国税庁長官を経て、白報道代表取締役社長を歴任した。2001年春君に当局日、茂光明受賞、大分県東国崎郡武蔵町生まれ、教員だった父の転勤で、韓国、広州の小学校と中学校を卒業後、旧生後校に進み、 東京帝国大学法学部政治学科を卒業した1948年に大倉省に入省。国税庁佐々塚町時代には、吹原産業事件のほか、田中章二衆議院議員が、大佐野賢治を強括した虎ノ門事件の調査を担当。調査の最中には、順天堂大学医学部付属順天堂委員に入院しているはずの田中が、病院を抜け出して、 大倉省5階の国税庁査察課に現れ、課長の磯部はいるかと声を張り上げ、俺のことをこそこそ調べているようだが、やれるもんなら立ってみろと単価を切って引き上げた。1965年夏、吹原産業事件を捜査していた東京地検特捜部は、その過程で発覚した森京商工の経営する金融会社、森脇文庫による大掛かりな脱税を摘発する。 脱税額は法人税で31億円。重加算税、延滞税、地方税を含めると総額は95億円にも上った。これだけの大型脱税を見逃していたマルサに対して世論の風当たりは厳しく、それを背景に国会でも査察、廃止の声が高まった。矢表に立たされた査察課長の磯部は森脇の脱税で、 東京国税局査察部が受け持ったのは森脇文庫の闇融資の金利計算だけで完全な特捜部の下請けだったため、査察が特捜部の後始末ばかりに追われているのは、査察と特捜部の間に信頼関係がないからと考え、国税庁から桜田通りを挟んで歩いて10分ほど離れた検察庁、法務省に日産する日々を始める。そして、後に検事総長となる。 布施県、安原美穂、江畑修造、伊藤英樹、前田博士、加健栄一、吉永雄介らとコニーとなり、10年後、磯部が東京国税局長で遭遇するロッキード事件の時の検察は、布施けん総長、江畑最高検担当検事、吉永知見特捜部副部長と、磯部にとっては通貨の婦人となった。 銀行局総務課長時代には1970年発覚の富士銀行不正融資事件、証券担当官房審議官兼関東財務局、東京証券取引所管理官だった1974年には、日本熱学工業の粉飾決算事件を調べる。国税庁調査査察部長の時は、食産住宅事件で会長の東郷民安の脱税を摘発。同事庁時代には、 田中金脈調査の最高責任者を担う。当時、国税庁次長の格下とされた、東京国税局長のポストに移動した1975年7月には、東京地検特捜部と協力しながら、田中学英小玉義雄の脱税摘発の葬式を取り、小玉の自宅を家宅捜索する前日には、東京国税局地下の大会議室に査察官三百人を集め、 税務の威信をかけて徹底調査をやれ、すべて責任は私が負うと訓示し、ロッキード事件の突破口を開く。1983年7月、大倉省時代3度にわたって、直属の上司と部下の関係にあった、白報道の近藤道夫社長に招かれ、同社特別顧問につき、同12月1日、国税庁長官経験者が二人続けて、社長となった。 社長時代には生活者発想を掲げ、マーケティングエンジニア宣言を推し進めた、近藤路線の継承、発展を目指し、新しい時代の博報堂作りを進めるために、イベント、映画、博覧会など、広告周辺領域の強化に取り組み、博報堂が、数多くの映画制作に関わっていたため、映画制作者のクレジットに必ず乗った。磯部の名は、闇の社会でも広く知られ、 あるパーティーに出席した際、突然、暴力団山口組系の有力組長から名刺を出され、その不死は面倒をおかけしましたと挨拶された。磯部は国税庁長官時代、大阪国税局に繰り返し、山口組系暴力団の税務調査を指示しており、担当した税務官の自宅に犬や猫の死体が投げ込まれたことがあった。磯部に挨拶した組長は、 その時、狙われた一人であった。ホーム、検察のドン伊藤英貴らと親交があり、ホーム、大倉会と呼ばれた、ホーム検察の現役幹部人と、大倉や、国税査察経験者の現役幹部らとの定期的な、会合、主演を持っていた。2012年2月12日、神ガンのため死去。89歳坊津。趣味は、小旅行。ありがとうございます。